それでは前回の続きですね、カスタマイズ、これは前回紹介したものと同じになっています。はい、こちらでミッションスタート。どれ助けるか。助けるぞ、エドガーどこにいるんだ。マジでもういなくなるやつばっかりだね、本当に今んとこ2人いなくなってるけど、よし、上層。お、どんな設備も敵に。え、あーね、あ、どうした。フロート構造体。おお、いきなりあれか、いっぱい来る感じぽいよね。大丈夫か頑張るよ。あー、やはりあれか、スカイフォールっていうだけあって、あまり下に落ちたくないようなコースかよし、ストラクチャーを移動させるためのブースターだ。噴射に気をつけないと。おお、それだったらいいんだ下に落ちなければいいよ、とりあえず。うん、あー、いった。よし、あ、一体っていうのがきついね。おっと危ない、おっと危ない。よし、味方、味方助けてくれ。よし、殴るタイプかお前殴るタイプは距離を取らないと。よし、敵の武器もゲットして、お、これはいいやつだ。危ないね、噴射口。よし、あー、そんでまたこれあれじゃないですか。あー、やばいやつだ。え、どこまで続いてる。危ねー。よし、なるほどな、オッケーオッケーオッケーか。よし、進むぞ。危ね危ね。よし、足場に気をつけて。あー、これやばい、やばいじゃね、やばいんじゃねえの、やばい、やばはっえ、あ、そっかそっか、武器武器武器ちゃんと考えて俺。おいおいおい、危ないぶてあいつここがブチューン危な、めっちゃ小さかった足場怖えな。よし、大事にね、この辺大事に行こうよし、無理はできない。いや、ブースト持ってくればよかった、失敗した、また忘れた。ブースト持ってくれば少しは楽になるんだろうな、これ。あー、こっちか。ほう、これなんだ。あー、サブ行方不明者。おーっと、ちょっと待てよ。うん、あ、プヤシ、危ない。よし、これ捨てるとな、忘れてしまうよ殴りにかかるからね、基本俺この武器。まあ強えんだけどさ。輸送機を守れ、民間人が脱出するまで何としても持ちこたえろ。ただの指揮官機が選びやがって。あ、ロケパンだ、ロケパン野郎だ。よし、こんにちは。防衛線まで撤退しろ。スパークス、ストラクチャーの位置を元に戻さないと。ここにはまだ閉じ込められた民間人がいるんだ。へえ、あいつ強そうだったね、スパークス。よし、先へ進む。おっと、危ね、やべ、新型か、これ新型っぽいな。なんだこの帰り飛び、あぶねー、ショットガンかあ、なんか出てきそう、出てきた、よいしゃー、来た。うわうわうわ、ちょっと待って、ちょっと待って、うわ、これはひどい。それはなくね、それはなくね、リペアキット。今のひどくない、今の何コンボめっちゃコンボ超やられた、びっくり。そうか、
間に入るとああいうこともやってくるのか。なかなか強いな。よし、この上になんかありそうな気がする。あー、なんかある、あるね。ちょっとブースターいってみよう。よいしょ、あ、よし、オッケー、いいのあった。よし、お金だ。あ、なんか人もいる、喋れるな。あ、行方不明者か、なるほど。まあなるべく見つけていければいいかなとは思うけど、そんな気使ってらんねえな。おっと危ねえ、気使って、あらねえよ。ああ今のは痛かったな。あ、なるほど、あそこにぶち込めばいいのか、こいつも。よし、あ、ほら、よし、やられるやられるわ、そうだ。よし、いいね。よし、あ、あ、あ、そっか、こいつもか、こいこいこい、俺は後ろを向いてるぞ。よーし、いいね、もう一発。よーし、来た、これはいいね、一発ぐらいやっとくか。よし、先へ進む。あれ、あ、こっちか。あ、脱出、あんま行ってたくねえな。あ、なんか防具つけてる。お、行方不明者で調査。ストラクチャーコントロール再起動に成功。お、復旧作業を開始する。あー、道が開いた。北の通路も元通りに開いた。やったぞ、やった、よし、行こう、乗り込むぜ。あれ、よし、ピピン、よし、行くぜ。上になんかありそうだな、ないか。ここが開いたところで、で、生存者？違うのか。あ、生存者、やった。上になんかあったね。よし、ゲット。よし、やった、修理だ、よかった、助かった。ただリペア欲しいな。リペア使っちゃったからな、さっきのコンボで。びっくりした、本当にあんな技があるとはね。今なんかゆっくりだったな、下に降りるの。なんか出てきそうな気がする。どうだ、お、普通か、普通だな。あ、でもダッシュできない。あ、大丈夫か。おお、危ない、あいつ厄介だな、こいつやっつけよう。はい、先に、あ、こっちから攻めてんだね、今度。おーん、ちこいつ厄介、あんしょ、危ない。よし、このアイテムを取ってダメにかかるぜ。よし、あー、危ない。あー、クソ、やられてる。なるほどな、わかった、あれを近場で近距離技で倒す。あー、なるほどな。あー、そっかそっかそっか。なるほど、危ない。あー、くそ、当てにくい。もう一発。あー、よし、ブレードでコンビだ。よいしょー、危ない、あー、食らってしまった。後ろにもいんのかよ、違う男、一発ぐらいで。基本攻撃で攻撃を与えつつ敵の武器を取って攻撃だ。よし、これ強いね、ガトリング、いい、いい感じ。よいしょ、ガトリングだと動けるしね、この辺も。おう、ガトリングいいな。あ、あ、あっ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 、くっそ、最悪、油断した、これ油断した。よし、ここまでやってきて、そんで行くぜ。よし、ここね、ここさっきやられた場所だから気をつけていかないと。下の敵から、まあ、またのみ本気していこう。あー、危ねえ、まだ危ねえな。よし、
から狙っていけば問題ないか。大丈夫だね。よし、よかったよかった。あとは下の敵を、下段の敵をやっつければ OK かな。よし、いった、やったぜ。あ、ロケラン R、 これ欲しい。よし、見事だ。このまま一気に奴らを叩き潰す。行くぜ。こんだけ揃ってれば大丈夫でしょ。行くぞあー危な一発目からなんか危なかった。おー強っ。敵も強いね。やるね。スナイパーを先に倒してで殴る敵か。めっちゃ動く敵。危ない、サンダーブレード。防空部隊突撃、敵勢力を分断せよ。大丈夫だね、大丈夫だね。この辺いいね、いい感じ。よし、行け。よし、ミサイルもバッチ決まるよ。おお、いいね。どうしよう、この武器で行こうか。この武器ちょっと好きになってきた。敵の武装貨物艇と遭遇、撃ち落とすぞ。ちゃんと当てれば強い。一発いいね。やっぱなんか強いな。大きいの来た、大きいの来たぞ。あー大きいの来たここだ。よし、必殺技ここで使っておこう。やっぱ体力高い敵にはね、これが効くでしょう。超ビームでも全部削れたーい。ペアケットだぜよし、この辺のアイテムも全てゲット。おー、いいね、いい感じで揃ってきたんじゃない。これいいぞ。よし、先が見えてきた。下でいいかなお、やった、よかった、下来て正解やべえ、あー、なんかいた。拾う。よし、よし、お金リペアゲット。これは大きいね。中央広場だ。総員そこに集合せよ。総員総員って聞こえたけど、どんだけ食っかな。今までの敵もかなり多かったけど。ランディングゾーン確保。これより CG キャノン搭載型ラウンドハンマーを投下する。味方か。いいね、なんか強そうだよ。一丁暴れてやるぜ。おお。地上部隊は該当機を援護しつつ前進せよ。陸戦型の新型ラウンドハンマーか。へえ、やば、なんか嬉しいね。なんかすごい心強いよ逃げろ君に隠れる女性の後ろに隠れますシールド持ってんじゃん、強いね。いいわいいわ、これ動いてれば問題ねえなよし、正義の鉄槌だ、砕けな、砕けな。いいね、強いぞ。俺は後ろから撃ってるだけでいいのかこれ。あ、強いもんね、一発一発のダメージが半端ないもん。すごいすごい。で、俺は引きつけてくればいいのね、こうやって正面は私に任せな。あんたは後ろへ回り込め。わかったありがたく操作してもらおう。あのガードを破壊したいね。どうすか、言っちゃってもいいんだけどさ。行っちゃうか。よし、行こう。行くぜ、超ビーム援護です。これでガードを破壊すればだいぶやりやすくなるでしょ。上もいたか。どうしよう、後ろから突っ込もう。よし、うんうん、あとはこいつか。いいね、ミサイル超強いんだけど私に続け。はい、やべえ、続けるあ、目の前、これが中央広場最後の敵拠点だ。気を引き締めな。最後ね、よし、最後だね。今最後って言ったから敵
の火力はでかいぞ。回避に宣伝しろ。よくやった。自動態度も。よし、ここで一発使っとくか。直接航空支援隊。待ちくたびれたよ。おお、嬉しい。よし、敵のシールドもあと1枚。よし。あー楽に聞こえるけどね。どうなの？あ、再編成するぞ。俺が時間を稼ぐ。先に建設区画へ向かえ。スパークス。ユドラシルは必ず俺らの手に。やば。ロケパンか。だがロケパンも俺、もっと強いやつを知っているぞ。格闘タイプはもう慣れてるからな。まさか。ふふふ。ここまでとは。一体だけだからね。どうやって突破する？やいやい、私に任せな。強いね。強いね。お願いするよ。おお、あれあれ、おおお、すごい、すげえ、開けた。玉切れか。お前らは前進を続けろ。玉切れ。ユグドラシルのすべてを取り戻してこい。